気にしなくて大丈夫。ベレーザ頑張れ。ベレーザ頑張れ。エルフェン埼玉は14時キックオフです。試合開始まで今しばらく。対するファールとなりまして PK を得ました。その植木冷静に流し込んでいきました。ベレーザの3点目です。そして43分、このスルーパスから植木キーパーとの1対1を制して出したシュート。
げています。10分です。この抜け出したところを北村前線の植木に見事に合わせて落ち着いて決めていった植木。その宮川が PK を打っていきました。今季初ゴールの宮川。68分ファーサイドヘッドで合わせて今日5点目となりました。ベレーザ、ベレーザ対エレフェントの一戦、9対0、ベレーザが大勝しています。